はい、どうも、生体院青葉院長の石島です。えー、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、えー、今日はですね、1月2日というところでですね、えー、皆さん明けましておめでとうございます。はい、えー、またこんな格好ですみません。はい。えー、で、今日は、あ茨城県のですね、あの、私のお家の方に帰ってきまして、えー、見てください。こんな感じで、えー、畑が、 いっぱいですね。はい。えー、すごく田舎に住んでおります。はい。えー、で、今ですね、えー、筑波山と、朝日を見ながらですね。はい。筑波山と朝日を、見ながらですね。えー、まあ、少し、えー、リラックスタイムというかですね、ちょっとお散歩をしているところですね。はい。あの、非常に寒いです。はい。で、えー、今日皆さんにですね、お伝えしたいのは、まあ、新年一発目というところですね。あのー、まああれなんですこんな格好なんですけども、やっぱり皆さんですね、あのー、 寒くなったりとかですね、するとぎっくり腰になる人が非常に多いなというふうに思っています。はい、で、えー、皆さんにですね、まずやってほしいことはですね、あと体を休めるということですね、体を休めるということ、はい、あのやっぱりですね、非常に疲れがたまりやすいと、どうしても腰を痛めたりとかっていう、そういうことが非常に多いものですから、あぜひ皆さんにですね、体を休めるということをやってほしいと思います、はい、えー、ただやっぱりですね、なかなか休めるといってもですね、えー、難しいなっていうところもあると思うので、 それでですね、えー、まず、手軽にできることが、あ、お風呂に入るっていうことですね。はい。あの、湯船に浸かるってことです。はい。で、えー、毎日ですね、湯船に浸かってほしいと思ってます。はい。えー、私もですね、若い頃、まあ、20代前半とかはですね、全然お風呂に入ったことなかったんですね。冬でも。シャワー浴だったんですけども、やっぱりどうしてもですね、疲れ、疲れが抜けにくいっていう体になってしまいますので、ぜひ、 めんどくさがらずですね、えー、お風呂に毎日ですね、使っていただいて、できれば、あ10分ぐらいですね、えー、まあ、40度ぐらいですね、41度、2度だとちょっと高すぎるので、40度ぐらいのですね、お風呂に10分でもいいので、使っていただいて、首までね、使っていただいて、しっかりと疲れを取るっていうサイクルをですね、毎日作ってほしいなと思います。 どうしても、お仕事で忙しいとかですね、えー、なってしまうとお、お風呂の時間もね、短くなってしまうんですが、なるべくですね、お風呂に使っていただいて、えー、一日の疲れを取るっていうサイクルをですね、作ってほしいなと思っています。はい。で、えー、今日はですね、えー、正月一発目というところで,ですね、えー、私もこれからあ準備をしてですね、親戚のお家を回ってですね、えー、子供の顔をですね、皆さんに見せていこうかなというところなんですけども、あのー、正月ですね、えー、1月、 1> 第1週目、2週目にですね、えー、来ていた、お客様に対してですね、えー、私が使ってるですね、入浴剤の方をですね、えー、プレゼントしようと思っています。はい。えー、まあ数に限りがありますのでね、えー、皆さんに来ていただいて、 私からですね、入浴剤をプレゼントされなかったらですね、あ、もう終わっちゃったんだなぁと思ってください。はい。一応ですね、えー、50個ぐらいは、あ、用意しようかなと思っていますので、えー、先着50名様というところで,ですね、え渡、ー、すの忘れてるかもしれないのでね、えー、私にですね、えー、入浴剤くれないなと言っていただければですね、あ、忘れてましたみたいな感じで、えー、渡されるかもしれないのでね、えー、ぜひ声かけていただければなと思います。はい。えー、それでは皆様ね、えね、ー、新年、 え、これからですね、一年始まっていきますので、えー、自分の体ですね、えー、壊さないようにしていただいて、えー、毎日ですね、健康に過ごせるように、えー、お風呂に入って、疲れをとって、そして毎日ですね、生き生き、頑張っていただければなと思います。そして、えー、その手助けをですね、私がさせてもらえればなと思います。はい。えー、それではですね、ちょっと寒くてですね、口が回らなくなってきたので、えー、この辺で終わりにしたいと思います。はい。そしたらですね、 えー、皆さん、私もですね、有益な情報をどんどん、えー、お伝えしていきますので、えー、ぜひですね、えー、こちらの方に YouTube の登録画面ですね、えー、貼っておきますので、えー、登録していただいて、えー、YouTube 登録して、えー、動画ですね、しっかり見ていただいて、あなたの健康をですね、えー、守っていただければなと思います。あとはですね、こちらの方に動画とかですね、他の動画と貼っておきますので、 はい。えー、見ていただいて、まあ、ストレッチであったりとか、知識をつけてですね、より健康になっていただけたらなと思います。はい。えー、それでは、新年一発目、太陽バックにですね、えー、お送りしました。はい。じゃあ皆さん今年もよろしくお願いいたします。以上になります。失礼いたします。ありがとうございます。